5月25日、渋谷区千駄ヶ谷にある渋谷スポーツ教育プラザ&ラボスポットで、子育てに悩んでいる保護者を対象にした職域セミナーが開かれました。スポットでは食べることの楽しさや大切さを知ってもらおうと、年に5回、テーマを変えながら食育セミナーを開催しています。今年1回目の食育セミナーは、子どもの好き嫌いをテーマに対面とオンラインで同時開催されました。今回のセミナーでは、管理栄養士の原さんが講師を務め、子どもに好き嫌いができる原因などについて説明しました。後半には、食べてもらうための一工夫のポイントや、簡単なレシピも紹介されました。参加した保護者は、セミナーを通して、子どもの好き嫌いとの向き合い方を学びました。とても参考になりました。ありがとうございます。玉ねぎ嫌いを直すためにちょっと相談して、なんとなくこうしてみようかなっていうことが見つかったので、ちょっと試してみようと思ってます。やっぱり楽しんでお食事の場を設けるっていうのを意識して、彩りなんかも考えてやってみたいなと思います。ぜひですね、私どものスポットの食育セミナーの目的にも挙げてますように、ぜひですね、楽しみながら親子で食に興味をまず持っていただくというところで、気軽にですね、皆さんに参加していただきたいと思っております。